カガマシュよりゴールドジムをぶっ壊すえー、ということでですね、えー、本日はですね、えー、追い込むようになれる方法ですね、のお話をしていこうと思います。ま、あの、今日に関しましては、その、対象金から負荷を抜かないようにオールアウトしましょうとか、えー、そういう難しいね、テクニックのお話ではなくてですね、えー、途中でレップをやめてしまう、また余力が残ってるのに、途中でレップをやめてしまう、 人に向けて、えー、どうやったら、えー、限界まで、あのー、動作ができなくなるまで追い込めるようになるのかっていうお話です。で、これね、えー、結論から言いますと、俯瞰する能力を,を身につけましょうっていうことなんですけれど、えー、その俯瞰っていうのはどういうことかって言いますと、えー、そもそもね、えー、まだ余力が残ってるのに途中でレップをやめてしまう人っていうのはですね、 えー、痛みであるとか、恐怖を、えー、感じてしまうので、途中でやめてしまうんですよ。ですけれど、あのー、まず前提条件として、その、別にトレーニングやって、パンプしたい、パンプしてさ、ちょっとこう、焼けつくような痛みを感じても、別に、まあ、怪我もしないし、まあ、ましてやね、死んだりすることもないんですよ。っていうことを、まずその、頭に入れていただくっていうだけでも、安心して追い込めるようになりますし、 で、まあえー、先ほど言いましたね。えー、俯瞰する能力っていうのは、例えばあの、私がトレーニングやってますと。で、やってて痛みを感じてきましたと。で、それをこの第三者視点から見てる、なんかもう一人の自分がいるんですよ。で、その、第三者視点から見てるやつは、あのー、まあ、他人事なんで、あ、こいつなんか痛み感じてるんだなとか、苦しんでるなっていう風に、 あのー、ちょっとこう、北西見ながらね、眺めてるような、そういうイメージです。なんで、その、まあ、第三者視点といいますか、その、自分の痛みを、まあ、他人事としてね、まあ、はたから見てるような感じで、あのー、見ていただければ、あのー、別に自分のことじゃないんで苦しくもないし、えー、痛くもないんですよ。まあ、それがあのー、いわゆる、筋トレでの俯瞰の能力なのかな、っていうふうに思うんですけれど、 えー、じゃあ、あの、一体これがどうやったらできるようになるかっていうと、まあ、あのー、一つね、考え方がありまして、この、地球上に人間って、えー、何億人って存在するじゃないですか。で、そこに至るまで何百万年、何千万年っていうね、えー、歴史を紡いできたじゃないですか。で、自分はその中のたった一人にしか過ぎないんだっていう風に、あのー、自覚できるかどうかですよね。 あの、その言葉で理解できても、なんていうんですかね、心というか、感覚で、そういうふうに思えるかどうかだと思うんですよ。よで、まあ、あの、こういう話をすると、えー、こいつはなんか卑屈なやつだなっていうふうに、誤解される方が多いかなと思うんですけど、ね、これ別に卑屈になってるわけじゃないんですよね。えー、どういうことかって言いますと、その、 ま、誤解される、卑屈だと誤解される方のほとんどが、この話を聞いて、あの、自分なんてどうせ、あの、モブキャラなんだとか、なんか別に才能もない普通の人間なんだっていうふうに、思えっていうふうに言ってるわけじゃなくてですね、所詮あの、どんな能力を持っていようが、どんな権威を持っていようが、どんだけお金を持っていようが、その、所詮あの一人の人間にしか過ぎないんですよ。はい。 そういうことなんですよね。で、男性の場合ね、これを理解してる人が結構多いんですよ。特にあの、大人の男性でしたらね。えー、例えばまあ、その、まあ、ちょっと、身の危険があるような、危険なリスクがあるような、まあ、あるいはその、命の、命を落としてしまう危険があるようなね、まあ、仕事に従事される方ですとか、えー、まあ、 あまり表現として適切ではないかもしれないですけど、まあ、戦争とかですよね。えー、っていうのを実際にその現場に出てやるのって、えー、9割9分が男性だと思うんですよ。で、で、まあ、それに関してはその男性の方が適してるから、えー、そういうふうな仕事であったり、戦争に出るっていうことになるんだと思うんですけれど、まあ、もちろんその体力的な面でね、適してるっていうこともありますけど、 ま、それ以上にその、頭の作り、えの方が、あの、大きいんじゃないのかなと思うんですよ。で、ま、あその、先ほど言いましたけど、その、たくさん人間がいる中の一人だっていうふうに思うのは、卑屈になってるわけじゃなくて、その、何かこう、目的を達成するための考え方で、例えばですね、あの、ありとかわかりやすいじゃないですか。 ありとかってあの、ありとかまあ、まあ昆虫とか分かりやすいですよね。昆虫って多分感情とかほとんどないですよね。感情がなくて、もうこう、ほぼあの、プログラミングに近いような、あの、頭の回路で、あの、決められた動きをね、えー、していくことだと思うんですよ。その、光があったら近寄っていこうとか、あの、まあ、餌を取って巣に持って帰って、 で、女王、女王割に届けようとかね。いうのって、あんまりその感情とかっていうのがないと思うんですよ。で、まあその、なんていうんですかね。俯瞰する能力がある人は、まあそういう動き方ができるんですよ。その、自分が、この何億ってい,ういる人間の中で、あの、こういう団体に所属してるとか、 あるいはその個人でもこういう目標があってそれに向かってやるんだっていうことですよね。で、まあ個人にしろ団体にしろその目的に向かって動くためにはあの自我を出しちゃダメな場合が多いんですよ。まあその指示する人がいるし、まあ個人でやる場合は自分でその道筋を立ててねやっていくんですけれどそこにあの感情が介入してしまうと こう決めたた目標から逸れてしまったりれて、まあ、それを修正できるならいいんですけどあの修正できずになんかそれて破綻してしまうとかっていう風になっていく場合が結構多いんですよでもあのそうならないようにちゃんと目標を達成できるっていうのは俯瞰する能力があるからなんですよでその俯瞰する能力がない人って一体どういうことなのかっていうと 自分自身はあの特別視してる人が多いと思うんですよ。自分にはあのその根拠のない自信ですよね。自分はこんだけすごい人間であの、自分はもっと多くの人から認められるべきなんだとか、なんかこう自分がその王子様とかお姫様とかね、なんかそういう特別な偉い人間なんだっていうふうにね、思う、思う人がね、まあなんかその同じ目標に向かって、 あの、走っていく、その団体の中にそういう人が一人いたら、あの、その団体のその、え、立てた計画っていうのは破綻しますし、逆にあの、個人でやってる場合もそうですよね。なんかあの、こういう目標があって、そこに向かってこう、道筋を立ててやっていくんだっていう風になっても、最初の段階で、なんかこう、できることとか自分の能力値って低いじゃないですか。でもその俯瞰する能力がなくて、 こう自分のことを高く見積もったり、逆に低く見積もったりしてもそうですよね。高く見積もってる人だったら、俺はなんでこんなこともできないんだ、つって。俺はもっとやれるはずなんだ、つって。こんなことやめてやるってなるし。で、逆に自分のことを低く見積もってる人だったら、その、一回失敗したり、一回ちょっとできないことがあっただけで、ああ、結局自分ってできないんだ、つって。諦めていくんですよ。っていうことがあるので、あのー、 まあその俯瞰する能力っていうのは、まああの自分のその現状の能力、能力だったり、え、あるいは他の人からね、自分っていう人間を見て、どう思われてるんだろうとか、え、どういう立場にいるんだろうとか、っていうことを正確に把握する能力だと思うんですよ。で、それを正確に把握するためには、こう自分のことを特別視せずに、 この何億人っていう、いる人間の中のたった一人だっていうふうに思わなきゃいけないんですよね。で、そういうふうに思うことができたら、あのー、筋トレのね、トレーニングの途中で痛みを感じて、突破的に反射的にね、やめてしまうんじゃなくて、でこれをやんないと目標達成できないんだっつってね、あのー、やることができるようになるんじゃないのかなっていう、これは、あのー、私の仮説ですけど、まあ説得力としてはね、 あるのではないのかなと思いまして、えー、ちょっと今日はあの偉そうに、あの、アドバイスをね、垂れるような動画になってしまったんですけど、えー、以上になります。